今月13日、天草市にある等々力の滝周辺で川遊びをした高校生7人が嘔吐や下痢の症状を訴え病院で診察を受けました。天草保健所に同様の症状で報告があったのは昨日までに69人でしたが、今日はさらに増え109人に上ることが分かりました。天草保健所以外の保健所にも同様の症状を訴える人が複数報告されています。症状のある方はまず医療機関を受診する。で、不安のある方も保健所にご連絡ください。県の保健環境科学研究所で水質や感染症の検査を行っていますが、水質については現時点で異常は見つかっていません。県は感染源の特定を急ぐとともに、改めて等々力の滝周辺での川遊びを控えるよう呼びかけています。